セミファイナルタッグマッチ30分一本勝負、杉浦隆史原田大輔 VS 全日本秋山純青木敦史。嵐彼方より来たる、この場所にはたくさんの思い出がある。ここを去ってもう5年9ヶ月、もう来ることはないと思っていた。それでも男たちは運命に導かれてこの場所に向かっていく。全日本の金看板を背負って全日本プロレス秋山純青木敦史入場。フルスのリングへ、さあ2人が乗り込んできた。ノアの苦難は知っている。でも俺たちも辛い日々を乗り越えてきた。秋山、その冷たい瞳に映るのはグリーンのあのリング。この5年が何であったのか、その答えは今宵リング上で青木と秋山自身が証明してみせます。秋山と人生を共にしてきた青木敦史、さあ見るがいい俺たちの意地を、秋山純であります。因縁渦巻く緑のマットについに秋山青木が足を踏み入れました。杉浦はもうわだかまりは全くないと話した。だがこれはれっきとした団体対抗戦だから、俺は今日5年間ノアを支えてきた仲間と共にリングに上がる。仲間の思いと共に全日本に挑む。杉浦隆史原田大輔入場。選手たちの大量離脱、そして鈴木軍の侵略、それでもまた立ち上がり俺たちは前進してきた。この5年俺たちが何をしてきたのか、どんな思いでこのリングを守ってきたのか、全てを今日お前たちに教えてやる。この道の先にはかつての仲間が待っている。さあ開かずの扉、禁断の扉が開く。この扉の向こうに何があるのか。新生ノア、ジュニアを支えてきたのはこの男、原田大輔。GH ヘビー級チャンピオン200パンド、ジュニア隆史。ニオ秋山、ノアの魂、GH、俺は守ってきたぞ、杉浦隆史です。中山真珠。秋山と青木がノアのリングに帰ってきた。2012年12月、ノアを退団していった秋山と青木が5年9ヶ月ぶりに緑のマットに立ちました。残ったものと去ったもの、複雑な感情が入り混じる一戦であります。両国国技館、館内の空気が一変いたしました。殺伐とした空気が漂い始めております。ノア対全日本、さあ流行る杉浦、それを押し戻していって先発を勝手に見たのは原田、そしてこちら全日本は青木であります。ノア対全日本、その号砲が鳴り渡った。対戦の号砲が鳴り渡りました。さて佐久間さん、はい、この戦いの背景を考えると、はい、まあ、一つ間違えば何か危険な試合になりそうな、そういう空気がありますよね。そうですね、まあ、やっぱり丸内という名のもとに、ね、秋山青木が戻ってきたわけですけど、うん、赤コーナーは、ね、G1 のヘビーとジュニアのチャンピオンですから、ね、やっぱり今現在のノアのトップにいるわけですからね、この2人には絶対に負けられないという思いがあるでしょうね。青木は秋山についていった一人、マイバッハ谷口と同期であります。今や全日本ジュニアの中心です。つい6日前まで世界ジュニア王者でした。ノアでは GAC ジュニアタッグ王座を2度獲得しております。
キャリア13年40歳青木敦です。まあ、青木がねジュニアタッグのベルトを取った時のパートナーの一人が丸藤ですから ね、その防衛戦で対戦した相手の一人に原田がいるんですよね。やっぱちょっとその時と違うというのは原田にはやっぱり見せてほしいですね。さあまずはコンタクトしていった組み合っていきました。さて小橋さん、はい、まあ、青木敦史、まあ、よくご存知だと思いますけれども、はい、全日本ジュニアのトップになって帰ってきましたね。そうですね、まあ、もともと実力はありますからね、はい。さて放送席は川田俊明さんに再び加わっていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このいわゆる、ね、因縁の戦いですけれども、川田さんどう見ますか？一番なんか今まで見てきて、うん、なんか変わった試合ばっかりだったんで今日は、はいはい、やっとプロレスらしい試合かなっていう、まあ、本当に王道の、ね、ある意味では戦いだと思いますが、ちょっとじっくり見たいですね。はい、まずは静かな立ち上がりであります。秋山ら5人は2012年ノアを退団し、古巣の全日本プロレスに舞い戻りました。秋山は2014年、おっと張っていった、原田大輔仕掛けていきました。やはり佐久間さん、はい、こういうところですね、丸藤がこの原田を起用した理由というのは。そうですね、原田はやっぱりこうね、そうですね、今この歓声起こりましたけど、やっぱりどんどん行ってほしいという思いはファンは持ってるんですよね。それをチャンピオンとしてね、チャンピオンだから受けるのではなくてどんどん行ってほしいですよね。 GAC ジュニアヘビー級チャンピオン原田大輔。さあこの青木敦史もつい6日前までは世界ジュニアヘビー級チャンピオンでした。そして今日青木は最近マスクをつけていますが、今日は素顔ありのままの青木で勝負します。ショルダータックル。いや、原田の顔がすごくいいですね。原田大輔、秋山を睨みつけております。スリーパーホールドに行きます。原田は GAC ジュニアヘビー級チャンピオン、秋山とは初対決、青木とはタッグの対戦経験があります。まあ、小橋さん、本当にこの原田は今のノアを見せることができる選手ですよね。そうですね、もうしっかりでもチャンピオンの姿勢見せないといけないというものがあります、ね。はい、なるほど、はい、やっぱり青木は、ね、1週間前までチャンピオンですからね、全日本ジュニアの、そうですね、世界ジュニアのチャンピオンですから、はい、しっかり日本の、ね、ジュニアチャンピオンとしてしっかりしたものを見せないといけないと思います。まあ、お互いに負けないですよね。本当そうですよね。あ、さあ杉浦入る、青コーナー全日本サイドはどうか。秋山が手を出した。ついにこの2人が向き合う2012年ノアを退団した秋山、2014年に古巣の全日本プロレスの社長に就任、新しい王道プロレスを打ち出し全日本を復活させました。ノア退団以来5年9ヶ月ぶりの古巣のリング、そして向かい合うは GAC の王者杉浦だ。いや、川田さん、はい、ちょっとしびれるシーンですね。そうですね、秋山が先輩としてどういう意地見せるか見たいですよね。はい、なるほど、秋山はキャリア26年48歳になりました。秋山は杉浦の8年先輩、しかし年齢は1つしか違いません。秋山、冷たい瞳、冷たい目が見えております。杉浦が身構える。杉浦およそ5年ぶりに秋山と交わります。 GHC 王者としてノアを守ってきた意地があるはずです。がっちり組み合った佐久間さん、本当にこの5年間をお互いにぶつけてくるでしょうね。はい、そうですね、まあ、杉浦はね、ベルト防衛した後の会見で秋山選手に非常に影響を受けてきたというコメントがありましたよね。まあ、その厳しいファイトっていうのは今秋山選手が若手時代には川田さんに叩き込まれてきた、杉浦が行った、スイッチがこう入ってくる、いますよね、これで。秋山が急に動き出した、膝をかわす、投げを打って、あっとキック、杉浦気合が入っております。小林さん、はい、どうでしょう、もう杉浦はわだかまりはないんだと、はい、秋山に対するわだかまりはないと言っていましたけども、実際のところはどうでしょうか。いや、もうそのわだかまりというよりも、もうお互いの団体を代表する、
試合ですからね、なるほど、それはもう負けない当然ですね、わだかまりとかそういうもんじゃない、なるほど、はい、さあもはやそういった個人的な感情は超えた戦い、お互いに団体を背負っています。杉浦はドア、秋山は全日本を背負っている。しびれるコンタクトを終えて、さあ原田がパス対決の秋山に襲いかかっていきます。僕はここが一番見てみたいですね、あここが原田、いや秋山がどうやってこの選手いじめるかを見てみたいですね。おお、なるほど、まあ川田さんも秋山にねこの厳しさというのをプロレスで体で教えてきましたよね。さあその川田さんがこの秋山の出方を見てみたいという話がありました。さあ秋山がここででも本当に秋山を怒らせられるかどうかですね。それがやはりこの原田の進化が問われていると。ちょっと弱いですね。あそうですか、一発で倒されました原田大輔。やっぱりジュニアの選手でもね、はい、あの今日のメイン出る秀雄痛み健太は勝って秋山順を本気にさせましたから ね、やっぱ原田は今のチャンピオンですから、それぐらいの、ね、戦いぶりを見せてほしいですよね。それがないと面白くないですよ、ね、なるほど、秋山ヘッドバットロープを送っていく、ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパットです。秋山純、そうですね、川田さん、やはりこの原田がこの杉浦秋山のこの2人を食っていくようなね、そういう気持ちが欲しいですよね。それをしてもらわないとこのカード面白くないです、なるほど、だって秋山が怒んなかったら面白くないです、はい、さあ秋山純という男を本気にさせることができるか。おっと秋山に行った、体が秋山に突っかかっていった。しかし秋山純若手にはめっぽう厳しいことでノア時代から知られています。ヘッドバット、ロープ越しのヘッドバット、さらに青木が冷静にカバーに行きます。秋山純年齢は重ねましたが冷徹ぶりは一切変わりません。全日本の若手を今は猛烈にしごいているというこの秋山純でありますが、海底ビガタメを狙うフットスタンプ、青木を振り付けていった、杉浦が突っ込んでいく。さあ秋山に杉浦が襲いかかっていく、場外落肉戦放送席の目の前、あった杉浦が果敢に行きます、場外フェンスにぶつけていく。杉浦隆、秋山が去って、秋山たちが去っておよそ5年9ヶ月、ノアを最前線で守ってきた男であります杉浦、その思いがあります。ノア対全日本、もう絶縁かと思われていた、ここ5年一切交流はなかった、だが今開かずの扉が開いた。果たしてこの扉の向こうには何があるのか。猛然とスタンピング原田であります。小林さん、ここまでいかがですか。はい、まあ、ここまではまあ五分五分ですね、うん、まだちょっと本当の怒りをちょっと見てみたいですね。そうですね、杉浦と純の、はい、うん、杉浦が入ります。青木を攻め込んでいます。青木敦史は秋山についていった一人、秋山純とまさに人生を共にしてきました。やっぱり青木はやっぱり純の付き人をやってましたからね、はいはい、やっぱりもうファイトスタイルも似てますよね。そうですね、冷酷です。杉浦が、あっと秋山に突っ込んでいったぞ。やはり杉浦の狙いは秋山ただ一人か。秋山、おっと恋という秋山にビッグブーツ。川田さん、いかがですか。ああ面白いですね、佐久間さん、はい、杉浦が今日はかなり積極的ですね。いやそうですね、彼の場合は明日大事な防衛戦を控えてはいるんですけど、はいはい、それよりもね、今目の前の試合というのがこの戦いぶりからはっきり出てますよね。明日はまさ北宮との GH ヘビー級選手権が控えている杉浦ですが、しかしもう明日なき戦い、まさにそれはこの杉浦のレスラー人生そのものであります。明日なき戦いを続けてきた、リング下の秋山顎のあたりを抑えている。
この試合を落とすようだとやっぱり明日防衛戦にね、いやかなり控え、差し支えますよ ね、 ね、きついですね。しかし今はそういうことは一切杉浦の頭にはないでしょう。だからもうそんなことより今の目の前の試合をとにかく突破しないといけないという思いじゃないですか、杉浦は。杉浦は明日は王者として GHC ヘビー級王座を背負った戦い、そして今日はこのノアの5年間を背負った戦いだ。思えば4月に丸藤が全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに参戦、それがきっかけでノアと全日本の間にあった禁断の扉が開きました。丸藤は全日本参戦で過去を清算してきたと言いましたが、杉浦はまた別かもしれないと言っていました。さあロープへ送っていくビッグブーツ、おっと青木がうまく対処する、スクールボール起き上がります、そしてキックを奪っていく。こういうとこ上手いですね。そうですね、本当にそつがない動きです。秋山が入る、先ほどの返しをするか、まずは原田を排除する。秋山純恐怖の倍返しが待っております。杉浦隆はどう対処する。まずはジャンピングに投げを打つ、走り込んで、あっと膝、秋山の膝鋭角に入る、杉浦も返します。おたけびを上げながら杉浦隆が起き上がってくる。およそ5年ぶりに秋山と交わります。杉浦真っ向勝負になった。杉浦がやや打ち勝っているに見える。秋山もキックを返してくる。秋山ビッグミスから速いぞ、エクスポイダー、しかし投げ寄っていった。やっぱり久しぶりの対戦でもね、お互いの武器っていうのは分かっているようなところもありますよね。やはりこの辺は小林さん、はい、体が自然に動くんでしょうか。いやもうやっぱ覚えてますよね。あ、そうですか、体、この相手はどういう技が来るかっていうのも、まあ、長年同じリングに上がっていたこの秋山と杉浦であります。体がフライングフォアアーム、リングした青木淳が無然とした表情であります。秋山と原田大輔こうして並び立つとやっぱり体の大きさはもう全然違いますけど、パワーありますからね。秋山188センチあります。持ち上げていった、おっとパワーボム、無造作に飛び込みました。軽々とやっぱり返されちゃいますね。そうですね、体の大きさが全然違いますから。となると原田はどういうこの攻めを秋山にしていったらいいでしょうか。スピードでやっぱり確認そうですね。障害フェイスに送っていく、秋山の顔面にキックを浴びせました原田大輔。この原田の出方は佐久間さんいかがですか。もうね、できる限り全身でぶつかっていってる感じですよね。秋山に何かをやろうと思ってもパワーを使うのでかなり消耗はあると思うんですけど、まあ、もう出し切らなければしょうがないですからね、この場面は。川さん、なかなかこの原田は秋山を動かすのにちょっと苦労してますね。いや本気で怒らせてほしいですね。秋山陣を本気で怒らせてほしい。まだ秋山は本気の顔になってないですよ。まだスイッチが入ってませんか。冷徹な秋山、おっと身を乗り出した状態になっています原田。ここに秋山は何を打つのか、あ、膝、後頭部膝。まあ、この辺は小林さん、秋山陣いつもの戦いですよね。そうですね、まあ、徐々にスイッチが入ってきたんじゃないですか。なるほど、秋山陣はこのいわば放送席の小橋さんの弟子であります、小橋さんの薫陶を受けて、そしてまたこの自分の野心でここまで這い上がってきました。今は新しい王道プロレスを打ち出しまして全日本躍進の立役者になっております。まあ、佐久間さん、はい、ノアのメンバーも苦難が、ね、この5年9ヶ月ありましたが、ただ秋山もですね、はい、やはりこの苦しい時期を乗り越えてきましたよね。いや、そうですね、やっぱりね、それぞれに積み重ねてきた5年間というものがありますからね、はい、それが知らないものというのをこのリングの中でね、お互いにぶつけ合って確認し合うという部分もありますよね。なるほど、お互いの5年9ヶ月それを確認したい、そんな一戦にしたいはずです。
そういった意味ではここでは絶対に負けられない両軍、ノア対全日本であります。真っ向勝負だ。さあジュニアのトップが張り手合戦。あ、原田がちょっと疲れたか。原田が肩で息をしています。ロープへ飛んでいく。青木はまだ冷静だ。ロープへ送ってドロップキック。青木が冷静に原田をさばいていきます。さらにまだ川塚キックから川塚落とし。非常に基本的な技、しかしながら的確に決めております。ちょっと原田ちょっと不戦な、そうですね、不戦目をロスしてますね。佐久間さん、青木が非常に厳しい攻めをしてますね。いや、そうですね、まあ、やっぱり原田ね、ちょっと捕まる時間が長くなってきてしまってますよね、はいはい、青木はロープを振ってショルダースルーの体勢、回転身固めを狙う。しかし青木は起き上がる、足を取った、逆身固めに行きます。腰をグッと落とした。ガチ気持ちですね、ガチですよこれ。逆身固め、しかし原田がそれを解散としております。ここに来て原田大輔が攻め込まれる時間が長くなっております。ロープにエスケープしました。2012年にノアを退団していった秋山ら5人、古巣の全日本プロレスに舞い戻って、そしてノアと全日本それぞれの5年間があったわけであります。そのそれぞれ別々の道が今夜いよいよ交わったわけであります。さあ秋山、厳しい表情の秋山が入りました。原田はその後にこのノアジュニアの中心になった男、おお張り手、秋山ヘッドバットで応戦。パイルドライバー秋山純、ドリラホールはパイルドライバー。杉浦が一瞬入りかけましたが原田が自力で跳ね返しています。純のヘッドバットがいいですね。いいですね、いいところで要所要所でね、要所要所でこの原田の動きを止めています。秋山のヘッドバット、それが有効だという小橋さんのお話がありました。ジャンピングに秋山のペースになっています。原田はこの流れ変えたい。着地しました、バックに回る片山ジャーマン、しかしすぐに阻止した方、おっとボディへのエルボー、これは効いた。今気持ちのいい、これ秋山、そして飛び込んでいったエルボーバット。ここは一回杉浦に繋ぎたいですね、はい、繋ぎたいですね。杉浦が手を差し出している。原田を繋げたい、繋げたいですね。秋山もしかし身を起こしている。繋いだ、杉浦隆が入る。杉浦ビッグブーツ、躊躇なく秋山の顔面へもう一発。かつての先輩秋山純、秋山で鍛えられましたこの杉浦隆。秋山が前に出る、しかし杉浦も同じ数だけエルボーを返していく、いやそれ以上返していく。秋山がちょっとサンドバック状態になった。おっと秋山を座り込んだ、そこへ鬼のエルボー。この5年9ヶ月の思いをエルボーに込めて秋山にぶつけていきます。小橋さん、杉浦は非常に今日は集中してますね。そうですね、今のエルボーの連打も強いですね、セカンドロープブレンバスターの体勢に捉えました。秋山を上げた、素晴らしいブレンバスター。ゆっくりとですが高角度していった。なんかまだ余力がありそうな感じがしますよ ね、 ありますね。20分が過ぎております。秋山と青木が2012年12月の対談して以来5年9ヶ月ぶりにこの緑のマットに帰ってきました。川田さん、はい、今日の杉浦はいかがですか。そうですね、いろんな面で衰えてないですよね、杉浦の場合は。杉
浦は48歳になりましたが、まだ衰えは見られない。この肉体、毎日の研鑽がこの肉体に現れております。おっと、秋山がショートレンジラリアットになっていった。秋山は小林さん、こういうペース変えるのがうまいですね。まあ、ここはもうやっぱりベテランの味ですね。そうですね。まあ、今ちょっと防戦一方の局面でしたが、すぐに一発返して無理をせずにこのコーナーの青木につなぎました。青木はセカンドロップからエルボースマッシュで飛び込んでいった。青木敦志、モアではマイバッハ谷口と同期であります。この緑のリング違和感がないように見えてしまう、この青木敦志のアントクシージック、体につなぎます。ひときわ高い歓声、原田に対するノアファンの期待、この歓声にこもっております。張り手の打ち合い、青木ヘッドバットローペを振っていった。スロイダー、原田のスロイダー、ベリートゥーベリーが決まりました。さらに追撃していく、ノーザンライトスープレックス、こう描いた。原田もようやく落ち着きを取り戻してきました。いつもの戦いになってきました。おっと、秋山にスライディングキック、秋山を狙うことも忘れていません。おっと、片山ジャーマンの体勢、青木が踏ん張る。おっと、ニアパー、あー、しかし分かっている、クリアし捉えて、逆に一歩先読んでますね。いや、佐久間さん、青木は非常に冷静ですね。はい、いや、そうですね。やっぱり青木の、ね、試合運びのうまさっていうのはこう要所要所で出てますよね。一人だけ余力が残ってますよね。あ、なるほど。さあ、その余力、土壇場で発揮する、そんな狙いがあるでしょう。青木がエルボー、秋山も続いていく。原田に攻撃の照準を絞り込んだ全日本コンビ、非常にいい連携であります。あと、フロントスプラッシュ、これも三沢さんのようなフォームだ。ルーツはドアにあります、青木敦志。おっと、杉浦が場外に追いやられた。さあ、ちょっとリング内は、これは原田がピンチであります。青木、仕留める技はいくつも持っている。ドリアホール、パイルドライバー、パイルドライバーで青木が突き刺していった。しかし返します。いや、佐久間さん、どうですか。はい、いや、ちょっと苦しくなりましたよね。あの連続攻撃をね、何かしらの形で原田は止めないですよね。カウンターも持ってますからね。はい、杉浦リングへ戻りた、ライズアサルトポイントの体勢、こらえます。青木はこらえる。おっと、自ら倒れ込んで蹴り固め固めた。おっと、決まらないところ。しかし、まだ続いている、ラリアット。青木は立て直す。青木、まだ余力があるか。トップロープ軽快に登っていった。秋山が杉浦を抑えている。飛び越えていった。青木着地しています。おっと、ベリートゥベリー、コーナーにぶつけていった。杉浦が戻ってきています。今、秋山分断しましたからね。これチャンスになりますよ。このチャンスを生かしたいノア陣営。杉浦が叩きつけて青木を抑えています。原田がトップロープからダイビングエルボードロップ、ダイビングエルボー投下、秋山が間に合った。青木も肩を上げました。その秋山をまた杉浦が場外に排除した。秋山場外、ついに開いた開かずの扉。この扉、この先に何があるか。25分が経過した。おっと、残り時間は5分、30分の一本勝負で行われております。背後にフライングフォアアームを突き刺していく。あ、持ち上げた、カナディアンバックブリーカーの体勢。おっと、大中西山、ロープの反動を利用しました。原田、ニアパー、今度は決まった。ゴーリングエルボーをかわした。青木はバックドロップ。小林さん、いかがでしょう。いや、このバックドロップは強烈でしたね。ちょっと今ひねりが効いてましたね。
まあ、お互いにここでちょっとねスタミナをロスしている中でどうつなぐことができるかっていうところですね。30分の一本勝負、25分が過ぎた、あっという間の25分。おっと杉浦と秋山が雄たけびを上げる、ジャンピングに秋山、ジャンピングに秋山純、全く変わっていません。ノアを去ったあの時と全くその厳しさ、冷たさは変わっていない。杉浦が座り込んでいる、そこにあランディングに、くしくも杉浦も同じ技、同じ動きを使います。おっと、ただしてスピア、杉浦スピア、秋山のドネッパレ抜いた、同じ攻撃かもしれませんね。あ、そうですか。走り込んでランニングに、先ほどのお返しとばかりに秋山にランニングに、秋山張っていった、上から張っていった。しかし秋山も黙っていない、秋山トイレは変わった。小林さん、これ秋山スイッチ入りましたね。入りましたね。いいですよ、いいですよ。おー、張りたい。そして膝、秋山かぶりました。残り時間3分、ここでフロントレッグロック、これも秋山を得意としている技。原田、ここはカットに行きたいですよね。なるほど、青木が入ってくる、その青木を、おっと青木が投げっぱなし、アーマン遅れて原田が入ってきた。原田ローリングエルボー、凄まじい戦いになっている。青木投げやった、青木が勢い余って場外、リング内は3人が倒れ込んでいる。ノア対全日本、負けられない、お互いに負けられない、看板を背負っています。さあ杉浦がそこで、あっとカウンター、ジャンピングに秋山、エクスプローダー、杉浦立ち上がる、杉浦ジャーマン、しかし秋山エクスプローダー、起き上がってくる膝、残り時間2分だ。残り2分の間決めたいですね。秋山が畳みかけてくる、GHC 王者である杉浦から、さあ勝ちを奪って全日本に大きな勝ちを持ち帰るか。一発、さあ青木に指示を出しました、秋山純。いや、これも自らで決めるつもりですよね。秋山が自らの手で杉浦隆を葬り去ろうとしています。青木が飛んでいった、青木が捨て身の場外弾、リング内、秋山純万全の体勢、杉浦危ない、杉浦ロープに手を出ます。しかしロープまではまだ距離があります。リストクラッチいきますよ、リストクラッチ、エクスプローダー、これはちょっと決まりましたね。突き刺さったリストクラッチ、エクスプローダーが投げた。1分、秋山はもう次の一手、もう一本欲しいですよね。1分を切った、秋山のリストクラッチエクスプロイダー、杉浦執念で肩を上げた。この5年9ヶ月、俺たちがどんな思いでこのリングを守ってきたのか、その執念が杉浦の肩を上げた。あー、ナックル、30秒、もう30秒切った秋山が前のめりに崩れ落ちている。青木が抑えているが、あっとオリンピック予選スラム、10秒切っている、カバーに行け杉浦、カバーに行け、さあカウンター進む、どうだ、あー返された。ここでゴング、時間切れ引き分けのゴングであります。30分間戦い抜きました、両軍痛み分けのドローであります。佐久間さん、いかがでしたか。いや、まあ、やっぱ最後の、ね、場面でお互いに得意技を繰り出して意地を見せましたし、やっぱりこう、ね、チャンピオンクラスの選手が揃った戦い、はいはい、30分はちょっと短いなという、ね、印象ですよね。川田さんはいかがでしたか。いや、ここのセミまでずっと見てきて、
まあ、やっとプロレスらしいプロレスを見せてもらったなっていう、そういうイメージですね。なるほど。いや、小林さん、本当に川田さんのおっしゃる通り、はい、非常にノーミスな中身の濃いプロレスでしたね。そうですね、両団体の意地がぶつかり合って、どっちも負けないですもんね。これは決着はつきませんでした。これ決着つきませんでしたけれども、小林さん、選手の気持ちとしてはどうでしょうか。いや、それはもう決着つけたいでしょう。5年9ヶ月ぶりの秋山沖のノア参戦、戦った4人の男たちは何を感じたでしょうか。ここが発火点となるのか、それともここでまた扉は閉ざされてしまうのか。この後の4人のアクションに注目が集まります。30分時間切れ引き分け、秋山純首をかしげて今何を思うか。4人がまだリングを降りません。秋山が何か今杉浦に語りかけております。その前に割って入っていったのは原田大輔。しかし秋山は目を合わせない。秋山は目を合わせない。お前じゃないとばかりに何か秋山が原田を挑発しているようにも見えます。それを制していく杉浦隆。佐久間さん、はい、やはりこの秋山の相手は杉浦なんでしょうか。いや、もうそうですね、やっぱりまだね、まだまだいけるという思いがお互いにあるでしょうからね。秋山のリストクラッチエクスプロイダー、杉浦のオリンピック予選スラム、これはそれぞれキックアウトいたしました。さあ今緑のリングに一礼して全日本プロレス秋山青木が引き上げていきます。マイクでは何も言葉を残すことなく、秋山青木が今ノアのリングを後にしました。いや、小橋さん、これは次を期待したいですよね。そうですね、次期待できますね。何も言わなかったところにまた次の期待がね、そうですね、感じますよね。さあ、この後ノア対全日本はどうなっていくのか。セミファイナルのタッグマッチは30分時間切れ引き分けに終わっています。久しぶりに緑のリングに上がれて、まあ、なんというか、感慨深いというか、なんというか、なんとも言えない気持ちです。青木選手はどうでしょうか。まあ、自分は今回上がるのは、もう丸内選手のお祝い、これのみのつもりで来ましたんで、はい、まあ、試合やってみて、いろいろ思うところはありますけども、まあ、それが一番です。はい、丸さんとはね、僕タッグのベルトも巻いたこともあるし、いろいろお世話の先輩ですから、まあ、いろいろ怪我とかもあると思いますけども、20年、もうとにかくそれはおめでとうございます。はい、あとね、これからまだまだ頑張ると思うんで、頑張ってください。いや、もう本当に20周年おめでとう。今、ね、試合始まろうとしてるけども、最後勝って、最後締めてもらいたいと思います。おめでとう。ありがとうございます。30分じゃ足りないところだな。俺と秋山純、原田と青木が、そういうことじゃないか。原田選手。足らへんかった。時間じゃなくて、あいつらを倒せなかった俺たち。俺の力不足です。悔しい。